フ安ンホセハイメは、ドミニカ共和国、サン・クリストバル州ン・クリストバル出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2004年12月7日にモントリオールエクスポズと、契約。2006年は、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグナショナルズ2で6試合に登板し、0勝0敗1セーブ、防御率2.61だった。2007年は、ルーキー級、 ドミニカンサマーリーグナショナルズ1で14試合に登板し3勝0敗防御率1.35だった2008年はルーキー級ガルフコーストリーグナショナルズで8試合に登板し2勝1敗防御率4.74だった2009年は A-9 バーモントレイクモンスターズで6試合に登板し2勝1敗防御率1.88だった 7月に A 級、ヘイガーズタウンサンズへ昇格。A 級では8試合に登板し、3勝1敗、防御率2.27だった。オフの11月19日に、ナショナルズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2010年は開幕前から右肘を故障し、4月1日にトミー・ジョン手術を行ったため、シーズンを全休した。2010年11月19日に、 ウェーバーでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2011年3月11日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意したが、前年の故障から復帰できず、8月13日にディフェとなり、16日に解雇された。2011年8月24日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2012年は、 参加の A 級リンチバーグヒルキャッツで42試合に登板し1勝3敗18セーブ防御率3.16だった。オフの11月2日にブレーブスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2013年は A 級ミシシッピブレーブスで35試合に登板し2勝5敗防御率4.07だった。2014年2月25日に ブレーブスと一年契約に合意。3月20日にトリプル A 級グーイネットブレーブスへ配属され、開幕を迎えた。6月19日にメジャーへ初昇格し、翌20日のナショナルズ戦でメジャーデビューを果たした。同点の延長11回裏から登板し、1回を無安打無失点1死球2奪三振に抑えた。昇格後三試合は無失点に抑えていたが、四度目の 登板となった6月26日のヒューストンアストロズ戦で初失点を記録し、28日にトリプル A 級グーイネットへ降格した。7月29日にシェイ・シモンズが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。リリーフとして5試合に登板したが、8月14日にトリプル A 級グーイネットへ降格。登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ昇格した。 この年は16試合に登板し、防御率5.84だった。2015年開幕前には、阪神タイガースが獲得を検討していると、報道されたが実現しなかった。シーズンでは2試合に登板したが、成績不振で4月13日に、ディエフェとなった。2015年5月27日に、フアン・ウリーベ、クリス・ウィズローとのトレードで、アルベルト・カヤスポ、エリック・スタルツ、 イアン・トーマスと共にロサンゼルス・ドジャースに移籍した。移籍後は40人枠には入らず、参加のマイナーへ配属された。2015年12月1日、日本プロ野球の中日ドラゴンズが獲得したことを発表した。2016年、右肩通電で出遅れ、7月28日が2軍で初実戦だった。一軍出場はなく、球団は契約を更新しないことを発表し、 12月2日、自由契約公示された。2017年4月10日にメキシカンリーグのサルティオ・サラペメーカーズと契約。5月2日に放出された。2017年5月9日にメキシカンリーグのタバスコキャトルメント契約を結んだ。23日に放出された。平均球速95.6マイルパワー、メジャーでの最速98.9マイルパワーの速球が、 全投球中8割程度を占め、その他にカーブ、チェンジアップを使用する。AA、AAA、MLB での予視球率は概ね7前後で、コントロールが悪いものの、脱三振率は13前後と高い。ありがとうございます。